ワン、ツー、スリー、フォー！ララ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 ラ取り巻く！シークレット！謎めく！ミステリー！踊れよ！クラップユーハウ！今日からは不思議な窓に目を伏せないでシャレと始まりね風受けて飛び揺れる何もかもが眩しい出会う時はいつでもハッピーバースデー真剣の恵みがね誕生日おめでとうございます。そっち？めぐみさん、ハッピーバースデー！イエイ！ありがとうございます。ありがとうございます。今日は何の日ですか？はい、林原めぐみさんの誕生日ですね。わあ！めぐさん何歳になったんですかね？まあいいでしょう、まあ、とりあえず何度ほら祝ってもらっても嬉しいものだから誕生日って、はい、そうですね実はまあちょっと先に言いましょうか、はじめましての方もこんばんは、始まりました良好林原めぐみ生活全部めぐみから教わった。この番組は声優界のレジェンド林原めぐみさんをこよなく愛し、これここまでの人生を林原めぐみさんと共に生きてきたと言っても過言でもない過言ではない私たちが林原めぐみさんを語って語って語り倒す番組です。パーソナリティは林原めぐみさんのファンが高じて歌い手を目指しメジャーデビューした筋金入りのめぐっこ、気ままな涼子と、そしてアシスタントは林原めぐみさんのラジオ子さんリスナーにしてあの伝説のハガキ職人の、はい、春日部市の同じ穴のもぐらです。でお送りします。今日はボリューム9なんです、はい、9なんですが、あのちょっとスペシャルバージョンでお送りしてますよ、うんね、あの、うん、やっぱ生演奏がいいねよかった、ね、皆さんいかがですか？ なんかすいません今日はね、うん、あの前回に引き続きあの、うん、プレミア配信ということなんですけれども、うん、あのま、なんとかね、あのめぐさんの誕生日にこう何かしらできたらいいなって思ってたところで、うん、なんともぐらさん、うん、ケーキがありますよ、はいはい、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、あのね、うん、まあね、まあめぐみさん TPM だと、まあ、いつもね、ケーキをその差し入れられてくるけど、めぐみさん あのラジオでは、ね、最初にお誕生日になると、ああありがとうございます、最初にね、あ、そうだ、仕込んでおくの忘れたよもぐらさん、ね、いただきますよ、はい、うん、そうそうそう、で、うん、昔っていうかちょっと最近まである程度サプライズ感を演出していたんだけど、なんか最近もうそのサプライズ感がなくなったな、まあ、うん、まあ別に、うん、もういいでしょう、言わんでもわかんでるみたいなね、うん、まあ、やるんだろうなとみんな思ってるだろうしね、うんうん、まあやる方としてもわざわざサプライズ感演出しなくてもってところだったのかなと。もぐら先生のはこちらですよ。桜が咲いてますね、かわいいよ、見える、うん、うん、あー美味しそう、もぐらさん見えるわ、いいここ置きますよ、うん、いいですか、あ、食べないんだけどここで、え、いや食べようか、ね、フォークこれね、違う、私ねこれちょっと仕込んどこうと思ったらすっかり忘れて、この場でやるよ、みんな見えてないよね、うん、見えてない見えてない、見えてない、見えてない、こんなのありますよみたいな感じでやろうと思ったんだけど、うん、ここにね、あ、ほら、あー可愛い、まあ可愛い、はい、りょうこちゃんこちらです、すみません、ありがとうございます、片手失礼します、ね、違うね、これははけていただこう、ティーちゃんのマカロンがぶっ刺さった、いや、ぶっ刺したっていうのかなモンブランです、あら、かわいいね、え、誕生日おめでとうございます林原めぐみさん、
毎年毎年ねラジオでさ、うん、誕生日おめでとうって思いながら聞いてるのを、うん、ね、毎年毎年私にハッピーバースデーバースデーを聞くんだねあそこでですね、うん、それをね、うん、今回ちょっと生演奏させていただいたんですけれども、うん、ね、そう、そっか、これそう収録だからわからないのね多分、うん、いやいつもかかるはずなんだけどどっちにかかるのかなとねどっちにかかるいや、うん、あそう、そうかそうあのこれを収録している直後にかかるのかそれともあの放送配信の直後にかかるのかとそう、そうですよね橋原めぐさんのラジオは土曜日にか、うん、ラジオ関西で日曜日の、ま、日曜日になってすぐ、TBS ラジオで流れるんでね、うん、どっちで流れるかなって25日か、4月1日の投稿エプリルフールかだって1日になっちゃうから25じゃないですかそっかやっぱ一応まあ先にかけるのがセオリーではあるよ ね、うん、というわけであの、ねまあ、この放送っていうかこの配信を見てる方にはもうちょっと答え合わせができてるんじゃないかなっていう感じなんですけど、うん、じゃあ食べますよ食べましょうキティちゃんキティちゃん美味しそうだねそれ美味しいそうマカロンこれ何味なんだろうよく見ないで買っちゃったいただきます痛い痛い痛い食べづらい一層一層思いに行きましたよ、うんリブが残ってる、うん、いやキティちゃんも美味しいなんですか、はい、いや結構ほら、うん、固めのプリン流行ってるっぽいねプリン、うん、プリンがね、まあ、最近、まあ、一時期、まあ、柔らかいのがトレンドだった気がするが、うん、なんで今プリンの話を突然ねもぐらさんがしたかっていうとねそうそうまあ橋本美さんは固めのプリンが好きでしょでね、うん、固めのプリン買いに行ったんです、うん、そしたら売り切れですって今日言われちゃったんですよ、フリアさん。残念だった。人気なんだね。うん、ものすごく残念だったんだな。うん。一生懸命頑張っていったのにね。うん。ちなみに、そう。前回は、プリンに恋して。マカロン好き。あ、はい。うん、あのプリン、池袋のね、うん、有楽町線の、改札口の目すぐ前に、あるお店のプリン。あそこもえらく硬いんだ。えらく硬い、めっちゃ硬いみたいなそうなの。うん、硬い、もう結構しっかりしてて美味しいプリンだったかな。プリンで食べれなかったんですけど、うん、固めのしっかりしたやつってあ美味しいんだなと思って。そ, それ以来食べられるようになりましたね。あ、まあ、美味しかったかな。この前なんだっけ、うん、ひびきちゃんのあれはお疲れ様の。バイティの時だったかな。いびきちゃんっていうのはですね、私とこの間一緒にね、高校生と一緒にね、曲を作ったんですよ。クラウドファンディングをしてね、うん、その高校生の女の子の名前です。そう。その子と。いや、うん、そう、そうなんかね、うん、まあレコーディングの後ちょっとみんなでお食事をしたんだけど、レコーディングの後にね、みんなで打ち上げをしたんです。そこで、はい、デザートが出てきてプリンだったんだけど、うん、プリンはなかったよなかったっけデザートだってないやつだったもんコースそっかどこで食べたんだあの硬いプリンはなんかみんな口々に硬いとかなんかプリンの感想が語ってた気がするの思い出したら教えてください、うんね、私もいましたいたそうなんか口々にそうか、どこで食べたのかしら、まあ、モンブラン美味しい、うん、どうですか、そちら美味しい桜モンブランなんですよねそうそうそう栗が食べられないでか甘く煮た栗が食べられないのでね、うん、これは栗じゃないんですよね、うん、桜の、うんをまあちょっとこの形にしたとモンブランの形にしたうん、ね、そうなんだ割と優しいお味で美味しいんです優しいお味で、うん、ちょっとなんかボロボロしそうだから後にしようかなってちょっと思ってるんですけどどう思います？うん自分もそうちょっとなんかちょっとね出してね食べ始めてちょっと後悔したの後ほど美味しくいただきますってことでなんかねめぐみさんよくほら放送中に食べててるけど結構あれ、うん、かなり律儀だねあれ違うよ見えてないからですかどうなんでしょうだって見えてたうん見えたら結構大変だったりまあねでもそうだな、ね、あー美味しかったテレビで収録とかで食べてるシーンとかあるけどなかなかキティちゃんは美味しかったよほやかまマカロンね美味しかったね
そろそろ行けますか、はい、なんかまあでもちょっと話したいことあったんだ、うん、この間ポケットモンスターのアニメアニポケ、うん、アニポケ最終回サトシ君の回、うん、ということで見ましたよ、リアルタイムで、うん、見ました？見たね、なんかまあネタバレは、まあ、避けるとしても、うん、なんかそっかそういう風に終わるんだなっていう風に思って、うん、まあ、なんかいい最終回だったなって思ったんですけど、うん、ね、ポケモンっぽいなってとこだな、うん、うん、望む形の最終回だったかもなって思います。なんかがっかりもせず、うん、あ、なるほどみたいな、がっかりするの嫌だ、一番嫌じゃないですか、なんかね、だから、うん、まあよかったんだなって思って、まあ、うん、多分作り手はすごく悩んだんだろうなと、うん、そう思う、そう思う、うん、武蔵、ね、好き、うん、そうね、なんかそんな風に思いました。皆さんいかがでしたか、見ましたか、ね、うん、見てる気がするみんな ね、そう、うん、ね、子供ってか、うん、子供の頃から見ていたものだったかな、うんうん、多分きっとね、皆さん、そうね、うん、私もまあ弟と一緒に見てたかなって、うん、結構昔からだなって、うんうん、まあ、それが終わるところに立ち寄っていうのも、うん、感慨深いですよ、感慨深いね、うん、ね、ね、まあ、お疲れ様でしたって感じですよね、うん、なんかまた、うん、とね、まあいい出会いが、いい出会い、うん、いい出会いがあるのかなと、うん、また新シリーズも楽しみですしね、うん、そうね、うん、まあ、新しいものを楽しんでいきましょうってとこでしょうかね、うん、まあ、声優さんも一新されるのかな、うん、みたいですけど、あ、でもなんか続投なのがピカチュウ、ピカチュウはほら生きてるからピカピカピー、まあ、ピカチュウはピカチュウだからね、そう、まあ、伝説、まあ、あの中の生き物なんでずっとね、生きてられるんだね、うん、生きてられるっていうか変わらずさあ、はい、さあ、ヴィンテージめぐみのコーナー行きましょう、イエーイ、ヴィンテージめぐみ、このコーナーは毎回お題に合わせた林原めぐみさんの楽曲を掘り下げて語っていくぜっていうこの番組のメインコーナーです。はい、今回のお題は、アルバムふわりです。そう、これね、気をつけないといけないのがね、うん、はい、ちょっと鉄分多めなアルバムなのね。鉄分多めで伝わります、皆さん、ね、まあ、ちょっとあんまり深く突っ込まないで、はい、私ちょっと鉄オタなのでっていう言い方をするとなんとなく皆さん分かっていただけるかな、ちょっと鉄オタ、うん、普通オタみたい、普通オタ、鉄、うん、普通オタ、鉄オタ、はい、はい、ね、じゃあそんなわけで、ふわり、モグペディア、お願いします。ね、はい。しまった。は、しまった、なんだ。いや、このね。なんだ、なんだ。はい。そう。1990年度に発売された、CD なのね。1990年度か。99。細かいね、日付が。11月と。見ましょうか。うん、そうそうそう。このね、引っ張ったデータがちょっと、99年10月27日ですね。うん、だからね、これ。うん。何の発売、99年。はい、99年、24年前、もう24年経った、なんか今ちょっとうんってなった、いや、はい、時は本当に、うん、まあ、といや、まあいいか、これのままこの後その時が経ったのっていうのは、うん、日本ので、まあ、10月の末終わり頃に発売された CD ですね、秋ですね、で、うん、で、このアルバム結構好きって方、まあ、多いのかな、特に特徴的なのが、うん、アニメタイアップの曲がほとんどない、2曲だけかな、クエスチョンアットミート、それとのカップリングで発売された出た曲が、そう、クエスチョンアットミート、そのカップリングのそれからっていうのが、まあ、そうですけど、タイアップですけど、その、うん、アニメではなかったんですね、うん、ね、バニーナイツ、バニーナイツって、うん、特撮っていうんですかね、うん、うん、まあ何だろう、当時声優さんとしてはすごく珍しい CD なんじゃないですか、声優さんの曲、うん、CD っていうかオリジナル CD っていうか、ね、それはね、それほど珍しくはない、誰が出してました、いや、要は、オリジナル CD は結構出してたの、まあ
多分あのオートタヌキあのすごく古くなるのでやめたけど、多分小山真美さんとか出してるな。小山真美さんとか、まあ、タイアップあんまりなしのみたいなんですか。うん、むしろタイアップなしのが多いかな。へえ、そうなんだ。でめぐみさんのちょっと、うん、あの出し方が、かなり変わっていて、うん、まあたくさんのアニメタイアップの曲を歌っていて、 CD で、うん、シングルで出すじゃない。であのいっぱい出たからそろそろまとめないといけないねってところでまとまってくるという出し方がちょっと変わっている、うん、そこまで、まあ、あまりそんなねあの CD 出させてもらえないので普通の方は多分いやそうなんだ。だから私それが当たり前だと思っちゃってたけど、そうか、私はメグさんを追ってたからそういう風に思うんだね、うん、まあ、知らなかった。なので名前を、うん、あまり名前を挙げるとね、うん、ちょっと、うん、あのほらあのめぐみさんとの対比がちょっと色っこい人が多いので、てかめぐみさんはちょっとね、まあ、輝きが眩しすぎるので、まあ、どんな方も焦って見えるという言い方をしていこう。それもっともっとちょっといや眩しすぎるよあの方は。ちょっと私ノーコメントでお願いします。私何も言ってないよ。さあ中見ていきましょう。はい、さあそう、2人でこう取り上げようかなっていうふうに思ってた曲、1曲目、うん、君に会えてよかった、君に会えてよかったって ねとっても明るくてなんていうかこう、うん、めぐさんらしい曲っていうか、うん、あの1曲目ってね、めぐさんのアルバムといえばこのなんか1曲目ってなんかこう、うん、なんていうか、まあ、いう感じの、ちなみに、うん、PV でもこの曲が使われていたかな、まあ、うん、このふわりのアルバムの PV として使われている、ね、PV、うん、で CM とかで、うん、まあ銚子電鉄の電車の中に電車に乗っているめぐみさんのあの CM でこの曲が使われていたと。銚子電鉄っていうのはこのふわりの、ロケ地ですね、うん、聖地とかも言われてますけど、うん、ロケ地が銚子電鉄、これは千葉ですね、千葉県の、突端を走っている、こちらで教えてあげてください。千葉県の突端を走っている、まあ、鉄道会社で、まあ、すごく小さな路線なんだけど、まあ、完全なあの観光路線です。まあ、応援してあげてください、はい、ね、なんか美味しいんですよ、濡れせんべいとかあって、うん、なんか今ねまずい棒なんかもあったりとかしてとても人気ですけど、銚子電鉄行ってみてください。そうで言って私も行ったことはないんですけど、いつかねそのうちいつかそのうちなんて言っちゃいけないねこれね、うん、行きますよ、まあ、はいはい、まあ条件が整えばいたら行くといいと思う。そうで銚子電鉄さんの話をするわけじゃないんですよ、そうそう、君に会えてよかったの話なんです。はい、なので、ね、なので今ちょっとだけ探したか、いいか、あこれか、うん、出していいのかなこの写真、いいじゃないですか、いいかダメかな、まあとりあえずあの後で編集してください。はい、あの大丈夫でしょ。まあ、こんなあのところ のシーンが、あのシーンが CM で流れていて、その BGM として流れていたのが、この私君に会えてよかったかな、うんうん、でも本当あの声がいいね、そう爽やかで明るくてなんかもう、うん、ザ・林原めぐみさんっていうような、うん、なんていうか、まあ、今、うん、とはちょっとイメージが違うかもしれない。当時やっぱりこうメグさんといえばこういう感じだよねっていうと変な言い方だけど、うん、そういう感じを表した曲だなってすごい思ってて、うんうん、今またちょっとね、うん、メグさんといえばって言えばちょっと違ったイメージを私も持っているし、この時のメグさんってすごくこういう感じっていうイメージあったかな。だからなんか本当はやっぱりアルバムの顔なんでしょうねこの曲、うんうん、ね、なんて勝手なこと言ってるけど、うん、でもまあ、うん、今から見るとすごく可愛い、めぐみさんが溢れているかな、うん、なんだと今から見ると可愛い、年齢的にも可愛らしい感じね、そうそう、うん、多分自分が年取ったからだと思うけどね、ほら自分とは、うんね、小倉さんがね、うん、自分がね、うんうん、なので、で、うん、やっぱうん、やっぱり冒頭で君に会えたって会えてよかったって言われると、うん、すごく嬉しいよね、うん、でまあ、そのままでいいからそのまま自分のいいところをもっと、やっとけばいいと、ガタガタしないの、ガタガタしないのよ今日は、今日はしないのよ、ガタガタそうよ、震えるんだ、うん、震えるんだ。でこの曲ありがとうの言葉さえ
大切すぎて言えないよっていう歌詞ですよね、確か、うん、なので、うん、よくメグさんあのラジオの公開録音とかでも、うん、あのかけ慣れしてらっしゃるけど、うん、ありがとうってその5文字ありがとうの 5文字の中にそのなんかありがとうの気持ちが詰め切らないっていうか詰め切れないねっていう話をされてたと思うんですよね、うん、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、なんかだからその言葉がそのままこの曲に入っているなっていうことが私すごく嬉しいっていうか好きな曲ですね、うん、まあ、多分自分も好きだなそういうとこね、はい、そんな曲です。皆さんはどんな風に聴いてますかこの曲を、ねね、次の曲いきましょう、はい、もぐらさんチョイスです。はい、引っ越しです、ね、引っ越し、うん、8曲目ですね、はい、これ岡崎さんの、フルネームでお願いします。岡崎律子さんの、まあ、あの作曲家の、曲で、まあ、コーラスも岡崎律子さんがやっております。ね、なんかすごく、うん、いいなと、まあ、秋曲ではあるんだけどね、秋コスモスなでしこと、そう秋の曲ですね、うんうん、優しいね、優しい、なんかこうしっとりとしてるというか、やっぱりこう秋に発売されてるので、うん、でそう、うん、とたまにねちゃんとね思い出さなきゃいけないっていうところかなと思うのが、うん、ほらあの重すぎた荷物少し手を離そうっていうところ、うんうん、まあそこが優しいところなんだけどね、うん、まあほら普段やってるとちょっと抱え込んでしまうこと、うん、だからそれがまあそうしないとなんかいけない気がになっていることがあって、うん、ただ、うん、まあ、あの周りからするとそこまで抱え込むのはなくていいよってか、もっとあのこっちに振ってくれていいのにって思う時が多々あるんだけど、うん、なのでなんかそういう、なんかわかんない、ちょっと話したいぎちゃって申し訳ないんですけど、うん、なんか知らず知らずに結構持っちゃってて、うん、自分が息苦しくなってて、ふっとこういう岡崎さん、うん、岡崎律子さんみたいな人のから、うん、まあ、歌詞だけど言われて初めて、うんうん、ああ息しなきゃとか、そういう気持ちになるって感じかなって思う、ね、うん、ね、そうだからそのもぐらさんが今おっしゃったみたいに、うん、あのこっちに振ってくれていいのにっていう風に言ってくれる人が周りにいるとまた違うのかなっていう風に思うんですけどね、まあそうよね、うん、意外にその当事者として的にはそれが見えない、うん、見えないですなんか私もという叱られてる気がそういうわけじゃない、見えないんだよ ね、うん、ね、うん、知らず知らずにこれやんなきゃあれやんなきゃって思っちゃうからね、うん、その触れがすごく優しいのと、まあ、確かに秋コスモスなでしこの穴始まりもいいしね、うん、あとコーラスがやっぱり綺麗、うん、コーラス綺麗、まあ、コーラスって言えばねこのアルバム、うん、あのねバックグラウンドボーカルっていう、書き方をしております。なんかちょっと気になってしまったんだけどね、うん、実は意味合い的には同じらしいです。そうコーラス、ね、普通っていうか大体こう、うん、コーラス誰々って書いてあるねクレジットにね、うん、それがね、うん、なんかこのアルバムはバックグラウンドボーカル、うん、誰々って書いてあるっていう話を、うん、もぐらさんはとっても気になってるそうで、うん、そうなんか、うん、意味があるのかな、こだわりがあるのかなって言って、うん、うんうん、思うことがあって、ただなんかこのふわりのキャッチコピー自体が何でしたっけ、気持ちのいい声、うん、気持ちのいい声、もう一回いきましょう、せーの、気持ちのいい声いりませんか、はい、っていうね、ちなみに、まあ、ちょっと感情を抑えた言い方で言ってるんだけど CM ではね、うん、そういう、こうキャッチコピーから、うん、もしかしたら、うん、そういう言葉を使ってるんじゃないかなっていうことをもぐらさんは、うん、妄想をはかどらせてニヤニヤしてるっていうことですね、うん、でも違った、まあ、そうでもただまあこれに限らずコーラスがすごく綺麗な、うん、楽曲が多いけど、うん、特にこのやっぱ声が綺麗だなと、岡崎律子さんのコーラスってもう最高ですよね、最高、なんかあの優しいふわっとした声がこう何重にも重なってきて、うん、ね、こう、まあ、そうね、ベールをこうかなんか心にこう、まあ、もうふかけてもらうような感じっていうか、うん、まあ、もちろんめぐみさんもすごく歌がうまい人ではあるけど、それを何倍にも引き立たせてくれる気がするです、うんうん、はい、
大事ですね、うん、引き立たせるっていうのが本来の役目ですもんね、うんうんうん、なるほどね、うん、そうなんですよ、はいねまあ、秋にもね、うん、秋によくかかる曲ですけど秋曲、まあ、ラジオで、うん、そう9月に9月の扉がかかってその後ぐらいに、まあ引っ越しがかかりますね、まあ9月10月10月というと、まあいわゆる人事異動があって、うん、あ人事異動ね、うん、あまあそうねちょっと遠くへ行ってしまうことがあって、うん、それすると引っ越し になったりとか、うん、まあ多分今時期の方がやっぱ引っ越す方は多いのかな。そうなんか本当は秋の曲だしなってもぐらさん取り上げるのにどうしようかなっていうふうに言ってたんですけど、うん、なんかまあでも今の時期もやっぱり引っ越しの時期だし別れと出会いの季節だから取り上げるのいいんじゃないなんて話をしててね、うん、今回これ、まあ、もぐらさんはこの曲をね選んで選びました、ね、まあでも、うん、この時期って自分が どんなものを抱えてたのかっていうのをちょっと整理するのにいいタイミングなのかなとね。もう秋にしろ春にしろ要は、うんまあ、ちょっと自分が新しいところに行ったりするとちょっと、まあ、いるものいらないものを仕分けするのでうん、うんまあ、これ抱えて、ね、抱え込まな自分で抱えなきゃいけないものだしもしかしてこれは、まあ、置いてっていいものかとか、うんまあ、実は誰かに振っちゃってもいいものだったりとかっていうところの仕分けをする、うんうんうん、タイミングではあるかな。なるほどね。まあ、どっちまあそんな時にちょっとこの曲は弾きます。うんはいはい、そんなお引越し、うん、お引越し引っ越しでした。おつきちゃった、うん、引っ越しでした。はい、でじゃあ私が取り上げた曲、うん、どこだこれか。から7曲目です。うん、それから私この曲大好きで。うんこの曲大好きなんですよ、はいはいはい、大好きなんです多分ね、うん、みんなねなんか頭の中に曲が流れてるよそうなんかこうこのふわりが出た、うん、発売された頃でもきっと、うん、ポケベルっていう言葉が出てくるんですけど、うん、ポケベルこのふわりの時期ですらも多分結構もう使われてそんなに使われてなかったんじゃないかな。ポケベルやメール、うんポケベルはちょっと廃れてきたかな。メールがちょっと台頭してきていって、でかメールがかなり便利になってきた頃か。うん、だと思う。うん、携帯のメールがね。私ここ大高校、うん、まあそれぐらいなんですけど、まあ携帯電話 PHS がなくなって携帯電話に変わるかなぐらいだったかな。っていう風に記憶してるんですけど、うん、そうですよね、もうメールですよね。うん、そうポケベルって私その私ちょっと世代じゃないですよね、うん。ちょっとだけ私より上の世代なんじゃないかなって思うんですけど、うん、そのだからそのなんていうのかなポケベルっていうものの響きっていうのがやっぱりこうわざとメグさん使ってらっしゃって、うん、もうすでに古いっていうかすでにこうレトロな響き。になっているのわざと使ったのかなと思ってなんかこう下駄箱なんかも今も下駄箱って言うんですかね、うん、多分下駄箱もなんかこう下駄箱みたいに思うこともあるんだけど、うん、なんかそういう教室や下駄箱とかって、うん、もう違う子が使ってるんだよねっていうその言葉ってなんか当時ね、うん、すごく切なくなった記憶があるんですよ。なんかまだ学そう制服を着てた学生だったんですよ。うんうん、そうそう、まあ、余計にね多分思い入れがあるんだと思うんだけどね。たあとちょっとうろ覚えだけど多分めぐみさんってそれぐらいの世代の人に、うん、この曲は当てて書いていると思う、うん、ちょっと上な気もしたけどどうなんでしょうね。多分、それの、まあ、ちょっと上か、まあ、ちょっと卒業して、あそうそ そう卒業してから随分経ってたからちょっとそうですね25ぐらいの人に向け23とかに向けてるのかななんて。あもうちょっと下だともうちょっと下多分ね例えばだけどねそう卒業するでしょ。卒業してまあちょっとこのもうちょっと4月ちょっと頑張ってゴールデンウィークちょっと開けたところで、うん、
で、まあ、ちょっと、教室に戻ってきた時にちょっとまあ、ぜひぜひ聞いてほしいな。で確かにその頃って、まあ、すごい短い間なんだけども、うん、確かにすごく、劇的に変化があるだろうと。そこはもうなんかじゃあその人の解釈ってことにしましょう。私の中で私は保管しとく、ここにじゃあ。うん、それが自分の解釈ね、うん、っていうところで、まあ、そうするとほら、振り返るともっとも、まあ、でもそれいくつになってもそうなのか、うん、この年になるともっと変わるだろうと、思う多分、まあ、20歳の人も25にしろ、うん、その年になると、まあ、学校高校生の頃、うん、まあ、その年自分がその年になったなると、うん、まあ、これぐらい変わっているだろうと、うん、想像してたんだけど、実際そうなってみたらそんなに変わらないじゃないみたいな、うん、ところで、まあ、多分それを肯定する意味もあるのかなとね。まあ、それは人それぞれの解釈だけどね。これでもなんか私女子校だったけどこれ驚愕なんだよな。関係ないこと考えてたよ、すいません。驚愕なんだよなとか言って。うん、割と、まあ、この曲めぐみさんがコーラス当ててるのね。うん、でも多いんじゃないですか、うん、めぐさんがコーラスしてるの。うん、まあ、とても、まあ、それがすごく好きなのと。うん、何を言うとした、もう一個何か言おうとしたんだよな。うん、まあ、今君の声が聞きたいよ、まあ、ここが好きなところか。うん、あ、まあそこは良しとしましょう。多分ね、間が空くとね、私 の神経が耐えられなくなるので。ん、いや、うん、ん、いや、なんかね、なんかそれからで、なんか他に言いたいことがあったなと思ったんですか。うん、なんだろう。うん、いいとし、まあ、また中で話しましょう。あ、思い出せないので。そっか。じゃあ思い出したら教えてください。はい。はい。うん。あ、いや、私何話そうとしたのかなと思って、うん、それから私それからが好きなんだよ。そう、それか好き、うん。てか、まあ、思い出した。まあ、これで言っていいのかどうかは分かんないんだけど、ふわりんってさ、まあ、キュンキュンするって大概、まあ、ちょっと恋愛感情が、少しベースにあることが多いんだけど、ふわりですか。で、ふわりの場合は曲じゃなくてアルバムですか。うん、アルバムに曲、アルバムとして全般的になんかね、恋愛感情抜きでキュンキュンするの。おお、私今ね思い出したんです、何言おうとしたか、うん、恋愛関係の話をしようと思ってたの。そう、うん、あ、どうしよう、いいですか、話していいのかな、うん、なんか好きだとか付き合いたいとかそんなんじゃないんだけどっていう、そこがね、私この気持ちは分かるなって思ったちゃって話をしたんです、しようと思ってたんですよ、うん、好きだとか言い合いといとかって、うん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 、なんかこう、うん、幼い頃っていうか、うん、なんか好きな人が例えば好きな人までいかないのかな、なんかちょっと気になるなぐらいな、いや気になるなまで意識してなかったのにっていう人が、うん、こう、え、なんか離れちゃったりとか、え、この人、え、なんか彼女できたのとか、なんかもうそうだけど、え、なんだろうとか、え、好きな人できたのとかも含めたりとか、なんか、付き合いってなかったわけじゃないだけどとか、そういうなんかこう、そのなんか微妙なところを歌ってるところが青春っぽいなって思います。うん、そこが、甘酸っぱい。そう、わざわざ会わなきゃならない状況になって初めて、なんかちょっと特別感がを感じるというところなのかな、ね、うん、そこで、まあ、さっきの話じゃないけど自分立ち位置を思い出すというか、うん、そういう感じなんでしょうかね、うん、頃、うん、そう、いつも会ってたんだけどなと、うん、いうところで、でわざわざ会わなきゃいけなくなったしって、うんうん、だけどてんてんてんってところが
多分ついてくるのかもしれないな、ね、あの時が経つとね、うん、なんか私気持ち悪いですか、ずっとこっち見て どうですか、大丈夫ですか皆さん、すいません、うん、見てすいません、いやこっち見た方がいいかなってやっぱ思って、多分そっちを見るのが多分ね、そっか、いつもと、そうか、あの目線が違うからなのか、てか体勢が違うからなのか、いつもね、は、うん、自分の表面にカメラがあるのでね、うん、そう、こういう体勢で話すことがなかなかないのでね、なんとなくそう相手の方を見てしまうと、そう、うん、実はカメラの向こうに、まあ、話すべき相手がいるのだけどね、そうですよ、うん、ね、ね、大丈夫ですか、大丈夫です、そう、また揺れたね、いや、そーっとして、そーっと触れば大丈夫ですよ、うん、ね、まあ、そんなわけで、うん、ふわりと触ってみたんですけれども、うん、まあね、いい曲いっぱい入ってるんで、うん、そうね、またね、聞いたことない方ぜひ聞いてほしいし、なんかそうだな、全然こう、うん、聞いてなかったなっていう人はもう一回聞いてみてもいいかなって、私雨のち曇りのち晴れとかも好きなので、うん、ね、なんかこうちょっとこう情景とか、うん、秋とかをこう、人が泣いて、まあ梅雨時だったり、まあ、秋の長雨の時期だったりぐらいな曲かな、あ、うん、雨の日は泣いても、閉めるの今閉めようとしたの私閉めるの終わりそんなさっきの秋とかの、うん、なんていうの、あ、ごめんごめん、秋とかのなんかちょっとその景色とか情景とかが浮かぶような曲が多いかなっていう感じで思いますよっていうことで、終わりにするな、モグラさん、はい、なんかね、つい話したくなってしまう、ね、わかるよ、また話しましょう、はい、ね、はい、まあ、じゃあふわりです、下で言うんですか、あ、それ見せますか、うん、最後に一つ、銚子電鉄のちょっと、まあ、ゴールデンウィークも近いのでね、あ、ゴールデンウィーク、あ、そっか、もし行かれるのなら、銚子電鉄駒巡り手形というね、一日乗車券を販売しております。何目手形？駒巡り手形というわね、駒巡りだって、うん、え、まあ、これで駒巡りって言うんだ、うん、らしいです、すごい面白いでね、うん、まあ銚子から戸川まで、戸川まで、銚子から戸川まで、うん、350円なんだけど、うん、まあ、このこれ700件なので多くの値段で、まあ、丸一日乗り放題になるとね、いくつちょこちょこて特典もあるので、特典もあるそうですよ、うん、割引になったりするのでね、うん、まあ、記念にもなるしね、うん、で割と聖地巡りしやすい場所でもあるので、もしよかったら、まあ、行ってみて楽しんでみるといいかなと。戸川つくしちゃんだって、なんか可愛いキャラクターがいますよ。ね、なんか、はい、なんかぜひね、こんなものもありますよという情報でした。うん、そう、真面目に乗ってあげないとね、はい、いいか。鉄分多めでした。はい。ね、どこも大変ですね。はい、まあ、そんなわけで今日はね、お誕生日、メグさんの誕生日スペシャルということでですね、うん、なんか。先ほどもなんかこの辺で いきなりこう曲が始まって、うん、いきなり去ってしまったギタリストを呼びたいと思うんですけど、はい、はい、じゃあお呼びしましょう、もぐらさん呼び込んであげてもらっていいですか、はい、ゆうじさん、ゆうじくん、お願いします、イエーイ、ね、今日は借り出されたゆうじくんですよ、はい、ね、なんかね、2曲ぐらいワンコラスやろうかなって思うんですけど、うんうん、はい、うん、どうしようかな、うん、虹色のスリンカーとかやっちゃう、え、それか、そうね、うん、で、うん、虹色のスリンカー行こうか、やりますか、大丈夫、ハートフル、これじゃないね、うん、はいはい、ハートフルステーションの主題歌だった曲ですね。まあ、待ってから随分経ってしまったけどね。こっち向いて喋りましょう。ハートフルステーションっていうね、ラジオの主題歌だった曲ですよね。うん、ずっとテーマソングで大好きな曲ですけど。うんうん、終わってから随分経つけども。でもまあ、神戸行くと、うん、いろいろと思い出すね。うんうん、まあ、神戸に行かなくても。大丈夫。もうちょっと割とね、はがき、コーナーがたくさんあって、うん、はがきが出しやすい、番組だったかな、1時間番組だったしね、うん、うん、
私は雑音リスナーでしたね。雑音リスナーとは、うん、調べてください。名だたるハガキ職人の 中でも結構ね雑音リスナーが多くって、うん、まあ、一生懸命ハガキを書いてくるのでね、自分が雑音リスナーだと言ってもあのパーソナリティに信じてもらえないというね。ワン、ツー、スリー、フォー、ラー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 、前回の、はい、東京ブギネートの公開録音、神戸で行われましたが、はい、その時、この曲を歌ってくれたのね、うん、いや、関西のリスナーさんてか関西のリスナーに限らず、うん、来ていた皆さんがすごく感動してた、うん、感激してくれたのを今思い出してました。感激してくれてるの、もう小倉さんも感激したんでしょ。小倉さん素直に言うといいよ、僕は感動しましたと。私は嬉しかった、私は感激しましたよ。はい、もぐらさんはいかがでしたか。感激しました。ちゃんとこっち向いてる。すごく感激したよ。まあ、それ言わされてんの。てかハートフルリスナーとしてはやっぱ神戸に、うん、来たからにはこの曲聴かないとねってところは、うん、あったからね。ねえ、うん、なんかすごい久しぶりになんか練習なしに今歌ったら歌詞がさ若干噛みそうになって、あー合ってるっけこの歌詞でみたいになったんだけど、あったよね、大丈夫ね、大丈夫、めぐみさんもよく間違えるから。そうね、めぐさんはいいんだよ。めぐさんはいいんだよ、本物だから。もうなんかどんどんもぐらさんに対して私きつくなってくるね。まあとか言ってさ、うわーとか言ってさ、ユージと同じ扱いになってるね。まあ置いといて、うん、今ちょっと話してたんで次、うん、もう一曲ぐらいブギナイトやりましょうか。今日ブギナイト ね、せっかくなんでね、うん、コールをねちゃんともぐらさんにやってもらわないといけない。あのねちょっと控え気味にしないと苦情がね、ちょっと控え、ね、控えてるつもりだったり、まあ大丈夫よ、控えましょうかね、うん、じゃあ、はい、いやコーラスはね、じゃあこういやだってコールはねちょっと尋常じゃなくなるのでやめとこうねとっていうところね。はい、じゃあほどほどに、ほどほど、皆さんはそこからどうぞ、うん、どうぞぜひ大きな声でね、うん、私には聞こえるんで、うん、皆さん手抜くんじゃないよ。心の声が聞こえるから。じゃあ、A メロからいく。そうですね、うん、2、3、4フォーマットに、1、2、3フォーマットに、じゃあもぐらさんにカウントしてもらっちゃうわ、ね、ごめんね、うん、ちょっと準備してさ、ワンツースリーフォーで窓に置いたね、はい、あ、いいですね、うん、じゃあ、もぐら先生よろしくお願いします、はい、ワンツースリーフォー、あ、早い、もう一回もう一回、スリーからフォーがめちゃくちゃ早い。、はい、もう一回お願いします、はい、先生お願いします。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。窓に置いた加湿器を強くしてる午前時、コードレスでみんなこう、一
飛び出した。へへいタクシー連れてって、会えないし早送りしてキスで止めたいの。したくなりますね。うん、なんか見たいね。ライブ見たくなるし、なんかこう、うん、コロナになる前はね、もぐらさんが、うん、もぐみ長として勤めてる林原もぐみっていうグループというか、うん、サークルっていうんですかね、うん、の、主催でめぐみさんのカバーライブとかやってたんですよね、よく。うん、楽しかったな。楽しかった。またやりたいですね。まあ、そろそろまた。うん、また少しずつ、うん、動き始めるます、うん、ね。まあ、るます。はい。ね、オフ会もちょっと立ち上げた日行こう。オフ会ね。あ、そうみたいですね。うん。まだ告知できないんですか？告知はしているので、まあツイッター、うん、細かいことはツイッターで、ね。ツイッターでまた。うん。うん、まあ、うん、そう、今ね、覚えて、うん、多分覚えてるけど、多分、うん、間違えるといけないので。はい、正確なことはちょっとツイッターで、告知しておりますので、ぜひぜひ、はい、メグソン歌いましょう。っていう、まあ、カラオケオフなので、まあ、みんなで歌おうかなと。カラオケオフなんだ、うん、分かりました。全然なんか、うん、そうかそうか、じゃあみんなでこうワイワイ楽しめる感じで、うん、まあ、簡単なところから始めないとね。そう、もうとりあえずの目標は、うん、多分来年の、秋にあるであろう東京ブギーナイトの、公開録音の時に、ちょっとね、目標にちょっともう来年か、うん、いや、ってか、そう、今から準備しないとね、いろいろと間に合わないよ。すごい、何を準備するんだろう。分かんないけど、ニヤニヤしてるかね。まあ、少なくともハガキで参加しよう。はい、そうですね。うん、うん、まあ、とりあえず投稿することに意義があるので、あれは。はい。あ、そうだ。で、りょうこさんも、なんか、ライブがあるとこ。あ、もう、いや、とりあえずとりあえず切り返してみたいじゃないか、こういう流れになったら。いや、そうですね。告知ね。つい最近決まったばっかりなんですけど、6月4日日曜日、お昼、私の誕生日当日なんですけれども、誕生日ライブ久々に有観客でやろうかな。あ、久々でもないな。10月にやったんだな。まあ、でもそれはちょっとまた別なんですけど、うん、まあね、りょうこ誕生日イベントをやろうと思います。りょこたんっていつも言ってます。りょこたん2023、うん、いくつになるんだっけね、忘れちゃったな。まあ、何回やっても楽しいものだから。はい、楽しいからいっか、オッケーオッケー。うん、なるんで、赤坂ネイビーフロアさんというところでやります。うん、赤坂クラブ天竺さんがあった場所、同じ場所で。うん、ちなみに、うん、東京ブギーナイトって、まあ、めぐみさんがやってるんだけど、うん、その、キー局が TBS ラジオっていうところで、TBS ラジオがあるのが、そこのクラブ、がその会場のすぐ近くなのね。うん、そうですね、 TBS の、建物がありますね、うんうん、すぐ近くなので、まあまあ、ちょっと参拝しつつ我々の楽しみを、ね、授けてくださっているありがたい放送局ではないか。何の話だっけ、私の誕生日だよ、私の誕生日。そうそうそう、私の誕生日の、あ、いや、じゃあ TBS にさんに行くついでに私の誕生日来るといいよ。ついでにその後誕生日会とかやるといいと思うよ。やりましょう、スイカ割りしよう、スイカ割りね。スイカ解禁だよ、6月っつったら、分かんないけど、スイカ開き、スイカ開き、分かんないけど、スイカ開きか、開いたらすぐ食べなきゃいけないんだね。もぐら先生ありがとうね。まあ、そんなこんなで次の、うんうん、
あのね、次の次回のお題が先なんです。あ、そうか、うん、しっかり忘れていたんだけど、うん、何がいいの。はい、さっき決めました、うん、はい、フィールウェル。フィールウェル、アルバムフィールウェルです。アルバムフィールウェルか、そうですね、まあ古い方はよく覚えてるかな、天使の羽を背負っためぐみさんが、白と黒のめぐみ様が、うん、いらっしゃるので、いらっしゃるジャケットのアルバムですね。うん、なかなかね、うん、萌えな林原めぐみさんを拝めるという、もう全部言ってますよね、それね、全部に対してそっか、基本的にまあファンだ、まあ長いもんなもんですよ、ファンだからね、うんうん、まあでも、うん、まあちょっとそっか、フィール、ちょっと一息ついた感の強いアルバムかなとね、まあ後でね、こんなこと言って後悔するかもしれないけどフィールエル、もともとその曲ね、うん、スレイヤーズの映画の曲、そのままタイトルになってますね、うんうん、ね、まあ、だからスレイヤーズ、多分小説読んでから、うん、あの曲を聴くとすごく染みてくる気がする、うん、まあ、すごく大変なことがあって、うん、まあ、ここまで来て、うん、ちょっとのんびり行こうみたいな感はあるかな、うん、なので大変な、やこれもこの曲もちょっといろいろ大変な、うん、思いをしている時にちょっと聴くと心に染みるかなと、うん、思います。そうね、うん、あれ、うん、フィールウェルと、うん、ありがとう100万回なんだっけ、ミートアゲイン、あれどっちが先でしたっけ、ミートアゲインが後かな、あと、うん、そっか、肉再びじゃないよとトニーが言ってたからな。フィールウェルってその早スレイヤーズの中では割とイケイケどんどんの曲の中から割とちょっと気の肩の力が抜けた曲だったりしますよね、うん、だからなんかそのあたりから掘り下げていけたらいいんじゃないかななんて思ってますけど、どうですかね、ね、皆さんはどんな感じでしょう、ね、うん、よかったら、まあ、この曲を聴いてどんな印象を持っているか皆さんの声が気になるところですね。ね、次はね生放送できるといいんですけども、今回もねまた、プレミア配信だったわけですけども、いかがでしたでしょうか皆さんね、はい、うん、まあいろいろとこのプレミアム配信のありがたいところはあるんだよね、うん、いやほら自分もなんか聞いている第三者の目線でね、チャットができるというね、うんうん、あれはちょっと美味しい、うん、みんなと一緒にね、ま、盛り上がれるのも、うん、まあ、盛り上がってるんだけど、まあ、それをね、うん、リアルタイムで一緒に楽しむっていうこともすごい楽しいですよね、うんうん、そうと、あと後から情報の保管ができるなるほどね確かに確かに、うん、まあ、生の楽しさもありつつ、まあ、うん、まあ、その近辺のリスクを考えつつの、まあ、生配信ではあったりはするんだけどさ、まあ確かにそれはそれでスリルがあって面白いっていうね、うん、で、うん、そっか、じゃあ、まあ、うん、まあ次回はフィールウェルで、はい、ですっていうことですかね、うん、うん、あと、まあ、お知らせ、まあ、てかライブは行ったしそんなところかな、うん、まあ、なのでまあそうですね、4月になるから4月、うん、いつなるか分かんない、間に合うかな、うん、あ、間に合うかなっていうか4月23日にもうライブがあって、うん、下北沢で私ライブやるんですけど、うん、うん、そう2曲ぐらいかな歌わせてもらえるんで、よかったらそっちも来てもらえたらなと思います、うん、で 何よりもというとすごい言い方変ですけど、うん、まあ、6月4日一緒にお祝いしてくれたら嬉しいなって思ってます、はい、あとね、ごめんなさい、いいですか、うん、バスロビって私のやってる番組やって、うん、今休止中のバンドの結成記念日あたりに登山行きたいなと思ってるんですけど、登山登山登山、うん、どこに登りますか、高尾山ですね、まあ、ちょっとまだ考え中です。誕生日 の、うん、イベントに絡めて、まあ、クラウドファンディングじゃないですけど、うん、特典付きのチケットなんか用意にしようと思ってるんで、ちょっとその辺もチェックしてくれたらいいなって思ってます、うん、はい、割と初心者向けの山なんだけど結構ガチの登山も楽しめるという、そうそうそう、うん、まあでも初心者向けにしてハイキングみたいな感じでみんなで楽しみたいなっていう感じですかね、まあ、いきなり登っちゃうとさ、いろいろ大変なんで、うん、装備もね、装備って言い方
まあ、でも分かった自分で言っちゃったけど。でも苦労して登って食べるお弁当もまた美味しいなかもしれないね。そう、去年楽しかったです誕生日、うん、なんか山頂で食べた味噌田楽が美味しかったですよ。いろいろ売ってるねって感じで。そう、いろいろねあるよねっていう感じで、うん、そんな感じでまあなんか、うん、皆さんのこともいろいろ盛りだくさんですよ。これ見てちょっと今思い出したけどね、コナン君も、うん、あるね。あ、そう、多分これが、そうか、もうこれを収録している時にすでに、うん、映画は始まっているからね。うん、毎年毎年あるの。まあなんかすごい力の入れよう、なんだけど、それを毎年毎年やってくれてるのはすごい、うんうん、ね。それだけみんなが楽しみにしてるんですね。うん、ね、いろいろ楽しみがありそうですよ。暖かくなってくるとね、またいろいろ、またゴールデンウィークに向けてまた楽しみが増えるんじゃないですか。うん、ね。こんな感じで私たちも楽しみにしつつ、なんかね、自分のできることをまた、ね、せっかくマスクもね、外していいよっていう風になってきてるんで、ね、どんな風に過ごしてるのか皆さん、ね、気になるところですけど、うん、もしかしていいかい、なんだい、いや、しょうがないな、もぐらくん、いや、マスクね、うん、外せないの、私も外せないよ、花粉でしょ、みんなどうですか、花粉、もう蒸し返してどうすんの、こんなことどうぞマスク、あ、どうぞどうぞどうぞ、うん、ねね、みんな、うん、みんな外せてますかってか、してマスクっつって、まあ、ただまあ、別にただね、なんだね、うん、まあ、いろいろとあるので、きっと必要な時に外すという選択もありなのかなとは思うけど、ね、まあ今そんな感じですよね、うん、まあ、そんなところです。なんかすごいくだらないことで蒸し返ってしまった気がするじゃん。気がするじゃないよ気がするじゃないよ。旅行、林原、めぐみ生活、全部めぐみから教わったパーソナリティは気ままな涼子、そして明日との、はい、はい、春日部市の同じ穴のもぐらでした。はい、次回も絶対そうだ、チャンネル登録お願いします、高評価もお願いします、よろしくお願いします、はい、次回も絶対 See you again、 See you again、 おやすみ、バイバイ。めぐさん、お誕生日おめでとうございます。愛しています。愛してます。そう、うん、ハッピーバースデー、愛してます。じゃあ